ドクター種を使って、まあ、小学校さんの本性を暴く。意思決定がゾウさんなんで、もう一度決めたら、もう岩のごとく、もう全く動きません。はい、翔子です。今日はセレブなバーベキューに来ております。すごくないですか？今ね、豊洲なんですけども、なんか素敵みたいな感じです。今日はビジネスのね、一緒にね、勉強してる人たちとバーベキューやっております。どう？めちゃくちゃね、音楽かかっててかっこいいの、こんな感じ。はい、こんな感じで。はい、ちょっと部屋入っていきまーす。どう。はい、こっち入っていきますね。いや、なんかね、すごいよね。はい、ガラス張り、うちのこの感じ、こんな感じでーす。今、めっちゃ煙ってます。こんな感じです。はい、こっちです。はい、いつもね、仲良しのね、アイちゃんです。すっごい煙ってるね。あ、もう、はい、美味しそう、どうですか？はい、美味しいですか？あ、ありがとうございます。どうも、すごいですね。今、やりふりてるんですか？ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、いただきます。はい、今日はちょっとね、すごい人に、お会いしました。あ、はい、プロコーラーの方です。はい、ちょっとね、ちょっと下に概要欄書いておくんですけども、今日は何してくれるの？今日は、ボーリングとは関係ないんですけど、個性心理学っていう動物占いですね。はい、動物占いを使って、まあ、小学さんの本性を暴く。じゃあ、分かれますんで、よろしくお願いします。はい、では。はい、今回ね、個性心理学っていうのは動物占いんですよ、実は。動物占いで、翔子さんをね、丸裸にしたんですけども。まあ今回ね、翔子さんは、まあ本質、生まれ持った気質っていうんですけど、面倒見のいい黒ひょうって言って、みんなと一緒に頑張ろうとか、みんなと一緒にっていう仲間意識がすごい強いタイプなんですよ。だから美容とかもそうだし、誰かと一緒に何かをね、コラボするって言った時も、自分じゃなくて相手を立てるっていうことがめちゃありますね、やっぱりこの中では。で、それ以外にまあ表面っていうのがお猿さんなんで、基本的にね、シャカシャカしてますね。シャカリキ、キャピ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 動きます。すごくはっきり物事を言うし、めちゃくちゃ動きますね。はい、で、意思決定がゾウさんなんで、もう一度決めたらもう岩のごとく、もう全く動きません。言うことを聞いてくれません、どれだけ間違ってても。やだみたいなタイプですね。はい、で、希望がチーターと出てるんですけど、まあ一応これね、生まれた時間から分かるんですけども、チーターはね、まあご存知の通り短距離走なので、決めたらパッと動きたいっていうことに憧れてるんですよ。現状ね、今パッと動けないからちょっと悩んでるのが生まれ持った気質に出てますね。これが憧れなんですよ。だからチーターみたいにすぐ決断してすぐ動けるようになりたいなっていう憧れを持ってるのが翔子さんかなと思います。こういうのがあるんですが、まあこの中で他に本質と以外にタイプがありまして、未来展望型とか目標志向型とか可能型とかね、まあ他いろいろあるんですけども、他のにちょっと話していただくと、やっぱ未来展望型っていうのは自分のね、未来に向かってどういうゴールをめがけて走るのかっていうのがあるんですよ。この時にね、悪いイメージがあって、例えば同じチャレンジして1回目失敗したと、でも2回目はきっと次はうまくいくっていう発想が持てるのが未来展望型です。なので次はうまくいくためにどうすればいいかって考えるときに、全く違う手段を選ぶときがあるので、同じ失敗を繰り返すパターンが多い。やばい。もっといいパターンがあるんじゃないかって模索をしに行った結果、失敗してくるっと100、ね、360度戻ってきて、一番最初をブラッシュアップして最初からこれやんっていうパターンが多いのが未来展望型です。で、もう一個がね、目標志向型なんですけども、目標志向型はね、まあ、答えの通り目標が決まってないと行動ができにくいタイプなんですよ。だからちゃんと階段を作ってあげて、一歩一歩ですね、ゴールがあったそこまで10段作るんだな、10段これに行くためにはここまで達成しましょうっていうゴールが必要になります。で、左脳型っていうのは、まあ左脳ってみんなピンとくると思うんですけど、まあ純粋にね、やっぱ考える力が強かったりとか数字に強いっていうのがあって、やっぱ翔子さんも同じく左脳で数字に強いタイプなので、まあ、数字に細かいかなと、分析力っていうのが本当は長けてると、かだけどもたけてないならば、多分嫌がってるだけ、めんどくさがってるだけ。あ、それあったから今すげえ頑張ってだから単純にね、無理してやらなくてもいいところにもあるんですけども、左脳なので分析はどっちかっていうと得意分野っていうのが分かってきますね。最近得意になってきたね。でも分析はもともとすごいよね。そうなの、数字はそうでもないところだけど数字嫌がってるだけって言われると、すごいなってめんどくさいのが嫌なんでしょうね、多分ね。すご
通りだった最初から、基本的に分析してくれる人がいたらもう本当に助かるって思うタイプですね、うん、やっぱり助かると思う、うん僕は分析したい派の方だからねあ、そっかそっかでこういうのが分かってくるとやっぱりこう自分のことが理解できる、ね、自分のことが理解できると何をすればいいのかが明確になって何をしなければいいのかも分かるから自分が伸ばすべきところやらなくていいところっていうのを分かってより良い人生を歩んでいけるこれ美容にも当てはめれるんですよね京子さんの場合だったら美容だから例えばお肌に合ってない乳液があったとしましょう化粧水があったとしましょうでも周りがいいと言っているとでも周りがいいって言ってる方に流されてしまうタイプが翔子さんなんですよ悪路表だから悪路表だからね、うん、だけどそこをちゃんと分析して世に出しているのが翔子さんの YouTube チャンネルあすごいいいね今いい落とし方してはい皆さんいっぱい拍手してます素晴らしいそういうのがね、だったから分析できてるってパートナーが言ってるのはそういうことなんですマネージャーさんが言ってるそういうことですじゃなかったら世に出てくるものが一発になっちゃうんで自分の主観コンテンツになっちゃうんですねだからちゃんともともと本質からみんなでやるだからみんなに良いものを届けようっていう気持ちがある人が作っている YouTube だから中途半端も出さないんですよで佐野だしありがとうございますだから翔子さんが見てる翔子さんが出してるコンテンツ YouTube っていうのは基本的にはもうエビデンスがしっかりしてる自分が引っ張ろうとするとなんかちょっとこうぶつかってしまう可能性も出てくるだからその統率力を任せるときに自分が言いたいことを伝えてくれる人っていうのがナンバー2にいるとよりいいんですよそういうタイプになってきますであと管理力もないから、うん、だから管理する人が欲しいここが一のところは合ってるだから企画力もないので基本あ、そう企画力がうまくいってる理由は何なのかって学習力がカバーしてるんですよリサーチ力ですねだから本当はこの企画力が高い人と組むともっといい企画が生まれると思いますじゃあ企画力高そうなあたりなのかって探せばいいんですよ僕はこの表を見て企画力が高い人を探してあげて紹介ができるんですよすごいそういうことですそういうことすかそういうこともできちゃいますなるほどねっていうのが分かってじゃあ対応方法ですよねね、翔子さんを対応するときはどんなのがいいかなって言ったときに基本的に個性は、まあ、楽観的な性格でみんなから愛されますが意外と意志が強くプライドが高いとで想像力豊かで妄想世界が大好きですっていうタイプなんでただ即決が苦手なんですよねで最初は丁寧に相手の現状把握を始めましょうって僕が、うん、しましょうと身だしなみには気をつけてください清潔感のない服装はタブーですとだからちゃんと 見た目をしてちょっといかんだけどボサボサだみんなはい整えてます整えてますで NG はご機嫌悪いんですかとか本当ですかとか、まあ、なんか言われるところに本当にそれっていうとか、ね、センスがないねとかダサいとか早く決めてよっていうキーワードはアウトせっかちな人はアウト自分がせっかちだけどねだからせっかちの人ってせっかち、ね、それ自分が早く決められるとイライラするんですよ早く決めてよって決めようとしてんだボケと思うんですよだからもう そういうのがあるからせっかちなんです基本的にはね言われたくないって言って後になって恩を感じるパターンなんで相性、うん、僕との相性ね、うん、耳の痛いアドバイスもありますが優しい人ばかりの人よりもあなたを、成長させる存在です、うん、アドバイスは謙虚に聞いてくださいまた与えられるだけなくて自発的に相手が吸収するとますます良い関係になりますねっていう状態でアップはこちらのペースで決めていくとメンツが立たないのでこの辺りいかがですかって聞くといいこれやってると分かるんですけどよくできる営業マンは先に予定日を決めて提案するっていうやつが多いんですよ何日と何日のこの時間空いてますといかがですかっていうそれは相性が合う人と合わない人がやっぱいるってことなんですよ僕とか決められたくないですもん全然こっちで決めさせてくれと思うんですよそういうのが翔子さんも同じでそれが出てますねで基本的に制約ポイントは今話題の新製品とか新しいっていう点を強調した方がいいと思う。あー、ね、弱い。毎回買ってるよねなんか。もう新商品で見た瞬間手が取るでしょ。あ、そうだもちろん。美容だけじゃないもん。家電とかも。だから家電とかも。関係ないと思いつくじゃないですか。そう、家電もとかなんかね、やっぱり一番最新買っとけば安心みたいな。ね、だって一番ほら研究してる人だし。間違いない。っていう男みたいだねって言われる。ああ、まあでもそれがこう出てるからいいんじゃないですか。であとははきはきとした感じの良い態度が大事なので、うん、相手の話をじっくりと聞いてあげましょうっていうのが僕が求められているんですね、うん、でキーワード言ってほしいキーワードは今話題の商品ですこれ最新の商品です、うん、こちら新商品です、うん、っていうのでこれは他社とは違うんですよ他とは違うんですよってあとおしゃれですねとかね、うん、ねとかこれまずさっきは新製品ですねとかそういう系のキーワードがもう翔子さんにはもうぐさぐさ聞いちゃうさっきの物販の話された時もうすぐねあすぐ聞けるってちょっとすぐ聞いてって言うとそうっていうのがこういうのって分かっちゃうすげーこれはマジで営業
すごい今ちょろいちょろかったんだなって今今もうちょろい感じだったな。そんなことない。だからそれが分かった上で営業するかしないかっていうのは大きな差があるっていうだけですよ。すごいね。知ってれば言ってほしくないキーワードだけ例えばメモ帳にヒカッと入れといて。小島ちゃん大好きなタイプだよこれ。だって小島ちゃんのあのね閻魔帳があるんですよ。トラブル起こすじゃないですか。で必ずあの片取っていくと全部チェックしてやる、ね、そこまでできてればいいですよね。やっぱそれもうアナログの最強のエリアやり方ですよね。だこういうのでさっきと同じくですよ、うん、L ステップ使って、うんまあ、ショークさんだったら新商品とか、うん、欲しいキーワードは話題最新新製品、うん、他とは違うおしゃれですっていうキーワードが5つ使うんでこの5つをちりばめればいいんですよ、うん、あの今回ショークさんにご紹介する最新の新製品があるんですと。でこれ今これから巷に間違いなく話題になりますと、うん、で他とは違う商品には絶対あると思うんでぜひこの商品お手を取っていただけると嬉しいですっていくらっていうような気、まあ、パッパッパッって書きましたけどそういうのが並ぶとあの自分に詰められてるっていうのが、まあ、目の前に営業マンがいるような感じになるんですよ。めっちゃ私めっちゃ決めんの早いもん。だから確かに今のキーワードが並んでると速攻お好きがするあもうすぐ書けるねっていうツールですね。すごいわかりますか。いいですよ。すごい。こんな感じであのいろいろ教えていただきましたので活かしていきたいと思います。次はなんかねうちの仲間たちが やってもらってシラミ明らかにお金目線ですね。お金目線なの。この世の幸せは金で買える系で、はい、金で買える男の子はこの子でーすおーそんなにちょっと怖い話してます。仲間で遊んでます。楽しいところで仲間内で話をしたりとかプライベートを楽しんでおります。